レッドブルを飲んでも眠気が覚めないマイナスショーです。かっこ寝起きバージョン。はい、皆さんこんばんは。今回はですね、まあタイトルの通り、マイバチは武器になるのかということで、まあ僕が昔から思っていたことがあって、マイバチって武器になんじゃねみたいな思ったんですよ。多分ね、あのドンダーの方はね、一回はね思ったことがあると思うんですよ。だってこれ木だし痛いじゃん。これこうパンパンってやったらもうこう軽くやっただけで痛いんですけど、ドキュンとかねいるじゃないですか。よくねありましたよ、こう太鼓をこうやってるじゃないですか。こうやってどんどこどん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 ってやったら、おお、すげえじゃん兄ちゃんみたいな、北埼玉やってよみたいな、うん、僕もねありましたよ昔。やっぱやってるといろんなドキュンがいましたよ本当に。女ドキュンとかもいたからね。うん、まあそういう時代があって、まああまり教育上よろしくないんだけど、やっぱそういうことやられるとね、ちょっとやっちゃうぞっていうね気持ちになった時もねありましたよ。やっぱ自分もね、ちょっと不機嫌な時とか人間あるじゃないですか。その時にそういうことをされると、うわーって感じになったんですけど、で、まあ今はね二十歳過ぎてからかな、もうドキュンにうえーってやられることなんか多分一回もないですかね。うん、大体そう絡んでくる子たちがもう大体もう年下になっちゃうから、もうしてくる子がいないということで、もう対策とかいらないんですけど、まあ試しにこう太鼓マイバチでこうやってるドンダーに、法律がなかったとしてドキュンが絡みに行ってマイバチでこうマイバチを武器にされてやられるとどうなるのかという検証の動画をね今回撮っていこうと思います。で今回は自分の体験に基づいてやっていこうかなと思います。こちらいいものがあります。これがドキュンにします。これをドキュンにして自分がこのマイバチが武器になるのかやっていこうかなと思います。ではその1、まあ普通にやっててドキュンが絡んでくる時かな、まあ2ピーとか1ピーでやってて、こう2ピー側に来てウェーイって来たら、これは武器になるのか、パート1やっていきます。ではこうやってます。こうやってパッパッパッパやハレルヤで、そこに来ます。ドキュンがこうやって来ました。おい兄ちゃんうまいじゃんって来たとします。そしたらパッ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 パハレルヤって感じですかね。これほんと教育上良くないんですけどね、超効きますよこれ。うん、本当にドンダを喧嘩に売るとねやばいかもしれないですよこれ。決め手がね、ハレルヤで叩くと思いつつ相手の顔を叩くみたいな、絶対これ真似しないでくださいね。こういうおふざけ動画なんで、はい、それを理解した上でご覧ください。今のとてもいいと思いますよ。こうすることによって多分うずくまると思います。こうやってで今度はね、今のやり方だと細いマイバチとか折れてしまうかもしれないんで、それはどうしたらいいのか次改善をしながらやっていこうかなと思います。では今度自分の体験談2、女子ヤンキーが来た時の体験談。では裏ロッテルをやってる時、ヒューンドンドカンドドンドカンドドン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 、そこで来ました。ドン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 、いやすごいんだけどあれ何あいつやばーって、お前の方がやべえよって思うんですけどね。それで今みたいに変な女ドキュンが「やばー!」みたいな上の動物園状態になってる時にどう対処したらいいのかやっていこうかなと思います。じゃあ
また最初からいきますね。やってきてキャーって来た時に俺が技をやります。いきますよ。ドンドキャンドンドンドキャンド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 キャンドン。やば、超あいつやばいんだけど、太鼓の字オタクじゃねえあいつで、ダブルストローク。ですかね。うん、このダブルストロークをやることによって、女はまずね、口で喋るじゃないですか、人というのは。顔面にこうダブルストロークをやることによって、まず喋れなくなります。はい。でその後に、大体ドキュンの女っていうのはね、顔面結構濃いね化粧してるんで、それもね一緒に剥がれるということで、顔面ダブルストロークがね、まあ一番いいかなと思います。でそのまんま化粧が落ちて、いやーすっぴん見せらんないって言って家に帰ると。いいですね。うん、今のいいと思いますよ。はい、もう一回言いますけど、これはおふざけ動画なんでね、実際に女ギャルに顔面ダブルストロークってやんないでくださいね。うん、はい。じゃあね、次もじゃあ体験談、じゃあ次でねラストにしようかな。体験談他に何かあったっけな。他ね、もう一個ありますね。これもまた体験談で、まあドキュン、ちょっとドキュンかな、ちょっとドキュンで、まあそんな腹立ったことじゃないんですけど、ちょっとまた体験談パート3に入れようかなと思います。あれは僕が一人でね、こう太鼓をやっていました。こうカレカのカノンをやってたね。ドン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 、ドカカドカカド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 ンカドンカドンカドンドカで、まあやってたら、ドキュンみたいなね人が、俺の肩を叩いてね、トントンってやって、よって言って、よって言われたんだけど、誰みたいな、全く知らない子でね。でまあその時、伝説の話があって、肩ポンポンって叩かれて、よって言われて、えって思って、誰かなと思って、えって思って、そのまんま彼からの善良したっていうね、伝説の話があります。じゃあそれの体験に基づいて、今更なんですけどね、そのドキュンに恩をね返したいと思います。でさっきちょっとね、やり方変えちゃったかもしれないんですけど、前鉢ってこうやってやったら、折れたりとかするじゃないですか。細い鉢とかこうやってやったら折れるかもしれないということで、折れない方法を考えたのでやっていこうかなと思います。ではこうやってます。ドキュンこの辺にいます。ドンドカドンドカバーバーバー、ドンドカドンドカドンで来ました。トントンよ、誰だよですね。うん、前鉢っていうのはね、やっぱりここのがね、当たるんですけど、こうその分長さがあるんでね、でも折れる可能性がある。だからここで脳天をパーンってやったら、もうねあれですよ、ヨじゃなくてね、チですよ。もうトントンチってなりますよ。はい、今の完璧ですね。うん、完璧完璧で、長距離戦にはね、やっぱりね、こうこうこうだと思うんですけどね、近い距離の場合だったら、ほとんどこれがいいですね。こうやってて、こう急にパーンってやるというね、非常に効くと思います。何度も言いますが、絶対に真似しないでください。ジョーク動画なんでね、そこんとこまたよろしくお願いします。3回目。はい、ではこんなもんですかね。自分の体験談その1、ドキュンがこう寄ってくる、ウェーイって来たら、ここをパーンで、次女ギャルが、俺がこうやってました、そしたら、キャーあいつやばいんだけど、超オタクなんだけど、顔面ダブルストロークで、次が最後、前鉢がこうやってやったら折れてしまう、細い鉢しかないっていう時は、こうやってます。でトントンよって言われたら、パーンってやって、相手がチっていう、よじゃなくて、よじゃなくてチって言うということで、ねそんな感じですかね。うん、今回はパート3に分けてみました。ねこれ全部僕の体験談なんで、まあね、太鼓やってればいろんなことありますけど、やっぱそういうこう暴力に行くんじゃなくて、店員さんに行ったりとかした方がねいいと思うんで、そういうことがありましたら店員さんに行って解決をすると
いうことで、ドンダーをね、敵に回すと怖いよ。パーンパーンパーンだからね。ドキュンの方も気をつけてください。はい、ということで今回はマイバチは武器になるのかというしょうもない動画でした。最後までご視聴してくれた方ありがとうございます。眠かったんですけどね、頑張りました。それでは